ウリチ地区は、ロシア連邦ハバロフスク地方の地区の一つで、行政中心地は、ボゴロツコエ村。1933年までこの地区は、ボリシェ・ミハイロフスキーと、ウリチ・ネギダルの二つの地区だった。ウリチ地区となったのは1933年1月17日のことである。1934年まで、下アムール管区に属していた。1935年1月25日、同地区は新設の下、アムーレ州の一部となり、1938年10月に、下アムーレ州は、ハバロフスク地方の一部となった。1956年1月23日に、下アムーレ州は廃止され、地方直轄となった。1963年2月に、地区が合併計画及び、ハバロフスク地方の領域変更に基づき、ウリチ地区は、タフチンスキー地区と合併して、ウリチ工業地区となり、1965年に、ウリチ地区へと再編され、行政中心地を、ボゴロツコエとした。ウリチ地区は、ハバロフスク地方の中東部に位置し、アムール川沿い南北 340km 広がる。面積 39,310 平方キロメートル。南は、バニの地区、コムソモリスク地区、北西は、ボーリナオシペンコ地区、北は、ニコラエフスク地区に隣接する。東は、マミア海峡に面する。地区内は大きく分けて、ウディリスコ・キジンスカヤ低地と、アムールイコールアムグン低地の二つの低地に分かれる。北西には、チャヤティンスキー山脈の平均標高500から600メートル。最大980メートルの尾根が伸びる。アムール川右岸は最大標高700から800メートルの火山性、高原であり、小川によって分断されている。カジコとキジコのスシェバ岬とチハチェバ岬といった峰々は、死火山である。キジコの南からは、ヤイ川とムティ川が流れ込んでおり、水源をフンミ山脈の北側に有する。この山脈の最高放射満山は1182メートル。アムール川は人々の生活と地区の経済開発において重要な役割を担う。この川は地区内のほぼすべての集落をニコラエフスクナアムーレ、コムソモリスクナアムーレ、アムールスク、ハバロフスクといった都市とつなぐ。アムールは単なる巨大な水路というだけでなく漁業コルホーズの経済活動の基礎なのである。アムール川へは、以下のような、様々な規模の160の河川が流れ込む、アムグン川、ビチ川、ピリダ川、リムリ川、ヤイ川など。最大の湖ウディリコは、ウフタ水路によってアムール川と接続されている。その他主要な湖は、キジコ、カジコ、イルクツコエコ、ドゥジンスコエコ、チェレムシャンノエコ、ハランスコエコ、ダリジンスコエコがある。地区にとって重要なものは東のマミア海峡の海運である。伐採された材木の多くはデイコールカストリの港を通じて輸出される。温暖モンスーン気候。年間平均気温は内陸部でマイナス 0.8 摂氏 2.8 度、マミア海峡岸で 0.5 摂氏 0.9 度。年平均降水量は470から480ミリメートル。冬は寒冷で乾燥しておりはっきりしている。最寒期1月の平均気温はマイナス25、摂氏28度で、沿岸では約摂氏18度。最低気温はマイナス45、摂氏50度。平均積雪日数170から180日夏は穏やかで温暖湿潤。7月の平均気温は、沿岸部で15摂氏16度、内陸部で17摂氏19度となる。最高気温は、摂氏35度に及ぶ。植物生育可能日数は、約154日。2008年1月1日現在の人口は 23,725 人。都市人口はなし。2005年1月1日の推計人口は 23,600 人。最大の集落は、行政中心地のボゴロツコエ村で、人口4232人。2番目が、デイコールカストリ町、人口3724人。20を超える民族が居住しており、
ツングース系民族に部比、チュクチカムチャツカゴ族、ドルガン、ハンティといった、北方少数民族を含む。18の農村居住区域を含む32の集落からなる。ありがとうございます。